性のことを好きになったことがありません。アロマンティックなのでしょうか。心理師に相談しても分かる不安です。出会いとかの問題もあると思うので、異性のことを好きになれないかどうかっていう点で言うんだったら、一番簡単なのは、性欲とかで判断するのが一番いいんですけど、例えば、かっこいい俳優さんとか、そういう人を見ても、そういう関係に至りたいっていう想像もしないし、そういう欲求を持たないのであれば、その感覚、何か特殊な事情があるんじゃないかってことは疑ってみてもいいかもしれませんね。心理師とかに当たったところで、セクシャリティの問題って結構最近出てきた問題で、しかもお金にしづらいので、専門家でもやってる人は少ないので、本当に専門に研究してる先生とかに相談するのが一番いいかなと思います。本とか調べるとですね、結構最近は流行り始めてるセクシャリティに関する本って、なんかセクシャリティに関して書いてる、なんかアベマとかに出てるよくわからないフェミニストみたいな、まあ、そういう感じの人とかではなくて、普通に、それを専門に研究してる、学者さんみたいな人が出してる本とかから、どういう先生なのかってことを調べてもらって、判断とかした方が多分僕はいいんじゃないかなと思います。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。